イギリスの子爵、貴族、連合王国貴族爵位。サー・エドマンド・アレンビー陸軍元帥が1919 19年に、除衣されたことに始まる。アレンビー家の持つ爵位に、死爵位以外のものはない。初代死爵、エドマンド・アレンビー陸軍元帥、英国陸軍軍人、エドマンド・アレンビーは、第一次世界大戦における、市内半島及び、パレスチナ戦線を指揮した人物で、 彼率いる英語連合軍は、対戦中に都市ベールシェバを占領の後、メギットの戦いに勝利して、聖徒エルサレム奪還を果たした。彼は1919 19年に陸軍元帥に昇進するとともに、同年10月7日に連合王国貴族として、メギット及びサフォーク州フェリクス島のアレンビン施策に助せられた。この尺位は、元帥が男子を書いた場合、 元帥の弟フレデリックとその男子にも継承を認める特別規定が備わっていた。その長男ホレイスは女尺以前の第一次世界大戦時にすでに戦死していたため、元帥の後は弟の子ダドリーが尺位を継承した。これ以降は弟の直系子孫によって尺位は継承され続けている。その子である三代子爵マイケルは陸軍軍人で、 キプロス総督付副官や国防義友軍司令官を歴任した。就職後は、貴族院議員に出して、1993年より貴族院副議長を務めたほか、1999年貴族院法制定以降もその島で同院に席を置く92人の世襲貴族の一人だった。その子である四代子爵ヘンリーが2020年現在のアレンビー子爵家当主である。 死者家の邸宅は、ハンプシャー州フッ区に位置するニューアムロッジ。爵位の法廷推定相続人は、現当主の息子である、ハリー・マイケル・エドマンド・アレンビー閣下。ありがとうございます。